薬師地は東京都町田市の津田町にある池。薬師地公園の中央部より東側に位置し、昔は福王寺溜池とも呼ばれていた。面積は7650平方メートル、貯水量は1430立方メートル、水深は0.9から1.8メートル。薬師池のある場所は宿になっていて、東側、南側、西側は丘陵地の急な斜面で、北側は 鶴見川に向けて緩やかな下りである。南側と西側の丘陵地は、薬師地公園の西にある七国山に、尾根で繋がっている。昔は、薬師池の周りは、水田と畑があり、主に南側と東側では、丘陵地の山林が、池の近くまで迫り、池から北に向けて鶴見川に流れていた、農業用水路の周りには、水田が広がっていた。 現在の薬師池の周りは薬師地公園である。水田は主に公園内の勝負田、発言、藤棚などになり、畑は主に公園内の梅林、椿園、紫陽花園などになっている。用水路のほとんどは暗渠に置き換えられ、主に発田の東側と公園の北駐車場の東側で一部が解挙となり、地上に出ている。山林は概ね公園内に残っていて、くぬぎ、 コナラなどの元々の樹木も残っているが、花や紅葉の鑑賞用に新たに植林された樹木も多い。2015年11月3日の貝掘り実施で、池内の生息生物が一時的に捕獲され、その際に在来種、外来種の調査が行われた。このうち、外来種については一部を除いて駆除された。以下の生息数は、2015年11月3日、時点のもの。 薬師池の水源は、周りの丘陵地の地下水である。薬師地公園には水車を回すための水流が、発電と公園内の通りかの水路を通して、また南側の斜面近くにある滝のある、小さな池からの水流が公園内の通りかの水路を通して、池に注いでいる。薬師池の南東の丘陵地の上には、 東京都水道局ののつれ浄水所があり、付近の丘陵地の地下水を利用している。ありがとうございます。